おはようございます。おはようございます、エミンです。さあ始まる、あ、こんにちは、沖ひかるでございます。あ、もう自己紹介から始まるんですか。やっぱりもう、いや、沖さんなんで。ありがとうございます。いや、もうさあ始まりました、始まりました、レッツパチトモでございます。はい、今回はこちらパールショップトモエ松戸店さんにやってまいりました。これ今回ただのレッツパチトモじゃないんですよ。お、僕が沖ひかる月間っていうのをやらせてもらって、はい、ミッションクリアしてご褒美会、僕の好きなトモエさんで収録していいよというこのご褒美会でなるほど、レヴィンさんを呼ばせていただきました。 ありがとうございます。はい、なんかですね、はい、ご褒美と罰があるじゃない、はい、この番組ゆるふわでずっと僕罰の会、罰の会になんで俺が一緒に食らってんだっていうのをよくわかんないよね。奥さんに筋肉バカがとかいろいろ言われた映像を見せられ、なんでこんな思いして俺やってんのっていうのが2回ぐらいあったんですよ。そうそう、あったらしいですね。はい、人知れず、はい、それはちょっとさすがにちょっと申し訳ないということで今回ご褒美会優しい、ありがとうございます。ただ、はい、これあのご褒美会だ罰会だって言ってますけど、はいはい、やることは何も変わらなくてですね、そういうことですよね。見てる方は何にも分かんない、もらえるわけでもないです、何にもないです、何にもないです、特に何にもないんで、今日買ったらなんかボーナスみたいなのも、まあまあ、何にもないです、はい、そういうことなんです。何にもないんかいって相変わらず低い声でいや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 、このハーフのようなこう、はい、イケメンの方がね、ありがとうございます。いやでも本当にありがとうございます。24年目なんですよ、僕。あ、24年。そうなんです。はい、で多分初めてです、ね、初めてなんですよ、沖さんと。トーク番組では呼んでいただいて、1回か2回かあったんですけど、はい、呼んでいただいてお話した。実践では初めてなんですけど、俺本当に一生ないと思ってたんですよ。でしょ、ないと思った。僕もないと思ってた、ないと思ってましたよね。だからこの番組本当感謝だなと思って、最初だからブッキングでレヴィンさんですって言われた時に、ガイドの方に僕嫌われてるじゃないですか、基本的に。そんなわけないじゃん。本当ですか。で特にハロー大御所の人に嫌ってる。何にも嫌いとかないですよ。無ですか、特に。無というかその接点がないから。ないっすよね。何も感情はなかったんですけど俺ね感情芽生えたんですよ。あ、本当ですか。あの、はい、今朝ね、おスマホをぼやーっと見てたら、はい、ある方からメッセージが届いたんです。お沖さんと実践番組でご一緒できるとは、はい、てんてんてん、はい、この番組に感謝、はい、本日はよろしくお願いいたします、はい、気持ち悪い。ツイッターでみんなが見えるとこで、はい、こんなメッセージを送ってきて俺ね、なんでここで怒られてんだろう。俺ね、普通の違うの、違う、なんですか。めちゃくちゃ苦手なの、そのこういう社交辞令のような挨拶のようなのが、なるほど、すんごい苦手でやっできたーと思って。本当にそれはどこに地雷あるかもう分かんないですよ。そう、奥さん、ね、怖いんですよ。だから変なとこにこだわりがあるでしょう。レヴィンこんなこと書くんだと思って。普通は書かないんですけど、過去にね何人かいました。初めてだったんで、はい、あの裏で、普通裏で来るんですよ、 DM とか LINE とかで、はい、もうガツッと表から全員に、全世界に見えるとこで社交辞令を言われまして、あ、削除してくれた。そこまであのマイナスになるとは思わなかったんで。いや、マイナスではないですけど、ちょっとこのパチトモって、はい、まあ、楽しく勝つことと、はいはい、この2人がねパチトモになることも一応コンセプトの一つじゃないですか、はい、そうなんです。現状ちょっとマイナスから入ったんで難しいっす、これはね。奥さん難しいっす、奥さんのそれを開くのが。そうですよね。難しいです本当に。なんとか実践でうまくこうお互い盛り上げて、そうですね、結果を出してパチ友になりたいなと、はいはいはい、そんな感じでございます。ちなみに今回のこれ、はい、オープニング、はい、抽選前なんで、そうですね、はい、何番かも分かんないし何取るかも分かんない状態なんで、はい、頑張りましょうね。ちょっと頑張れるか。いやもう大選択も 何がもうミスるんじゃねえかと思って。いやいやそんなことないですけど、結構致命的なことをしましたよ。あれ、レヴィンさんは本当に僕の中ではもうありえない。いろんな人にしてるわけじゃないんですけど、うん、あの、はい、そうかなと思って、ね、すごいなと思って。あ、これはさすがマガジンの人たちはね一味違うんですよ。俺本当に嫌いとかないです、はい、あ、何にもないです、ね、何もなかったですね、はいはい、わかりました。むしろ興味はありますんで。ちょっともう何も喋れなくなってくる。それ最初にそれ言われたら
何が正解なの、もう超失礼に言った方がいいんじゃねえかと思いました。もうすでにちょっともう圧が、低い声を高くしての圧がちょっと無理かもしれない、これパチともになるのがもう無理かもしれない。奥さんは果たしてどうなるでしょうか。楽しみでございます。それでは、はい、恒例のあれでオープニング締めたいと思います。はい、よろしいでしょうか。わかりました。せーの、レッツパチとも行ってまいります。レッツパチとも。さあレビンさん、はい、抽選のお時間でございます。はい、もう人の多さでもうものすごいちょっともうちょっと憂鬱不満な感じなんですけど大丈夫ですか。もうレビンさんからの朝からのメッセージとあれでちょっと前人の多さでクックッとこれ人の多さ俺のせいじゃないですか。あ、そうっす、そうっす。まあ、トモエさんが人気店ってことだよね。そう、まあ、そうですね。ちょっとでも想像よりいっぱいいましたね。うん予想の何倍かいたんでちょっともう憂鬱になってます。はい、いきます。はい、ありがとうございます。大きさん、あ、ゼロが見える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 、すいません、じゃあゼロが見える、ゼロが見える、先に謝ってください。せーの、ドン。おー、まあまあ88153。何やってんのよ、パチとも。ここで近づこうと思ったのにな。まあ、しょうがない。でも、まあ、まあじゃないですか。まあ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 、じゃあ3,400人ぐらいいたんで、じゃあ奥さんとこ行きますよ、先空いてるんで。もう本当に何打ちたいか、なるべく誘導できる場所でこうやります、はい、やっといてください。頑張りましょう。頑張りましょう。あ、結構パチンコ行く人行きますね。あ、そうですか。行きます、行きます。本当だ、3分の1ぐらい。え、これエスカレーター歩かなきゃいけないのやだな。でも俺早く行っても意味ねえかんな。そう、ゆっくりでいいと思いますよ。うわー、 みんな何これ、カバネリか。カバネリがめっちゃ埋まってるわ。あ、角に角さん、角2にしとこうか。よし、お願いします。レビン君、はい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 、はい、レビン君、え、埋まってるここから、パトランラン、パトランラン、パトランランがいるよ、パトランランが。俺、どういうこと、パトランランが、どういうことだ、どうよこれ、どういうことだ、このイリュージョン、これどう、これこれだけやりゃ分かるだろう、俺の場所は。さすがにこれだけやりゃ分かるだろう。どうよこれ、綺麗でしょこれ。え、そんなことを、大丈夫ですか。痛い痛い痛い、早く、ほら、行って行って行って。俺角に取ったよ。おっしゃ、おー、取れた。取れた。いや、なんか俺騙されてる気がすんだよな。筋肉までいいですか。俺騙されてる気がすんのよ。俺の大好きなプレゼンしちゃっていいですか。いや、もうやだ。もう俺圧が強い人やなんだけど、まあとりあえず興味がないわけじゃないんで、はい、一応世代でもあるんで ね、 ね。じゃあ筋肉マンからいきますか。お願いします。はい、行きましょう。さあレビンさん、はい、用意はよろしいでしょうか。万全でございます。はい、はい、5台筋肉マンあったんですけど、はい、埋まりましたね。埋まりましたね。最初全然人いなかったんですけど、うん、行きますか。じゃあ打ちましょう。はい、頑張っていきましょう。お願いします。いや、なんか騙されてる気がすんだよな。騙してはないです。面白い台であることは間違いない。レア役が全ての鍵を握るんでしょう。はい、もう、まあ、AT 中は、ね、AT 中間違いなくそうですね、はい、そういうセリフとかも結構重要なんで、色が、あ、色が重要、色が重要なんですよ。この台ってまあ AT がシナリオ管理の AT じゃないですか、うんうん、で、まあ、それでまあ毎セットこの継続率が変わってっていうのもあるんですけど、はいはい、それよりも先ほど言われたその子役引いてみたいのが重要で、重要で、そのメシア子役 SP とかスペシャルモードが用意されてるんですね、はいはいはい、でそのスペシャルモードが近い時にその色が良くなってったりするんで、あ、通常時に、はい、通常時から示唆するんですよ。あ、そういうことだ。から AT 中が有利になりますよみたいな示唆なんですよ、それは。で、青はちょっと弱いんですけど、これは緑とかが頻発してるとめちゃくちゃ熱くて、で紫とか出ると必ず SP モード発動するんで、いずれかの。だからそれ絶対やめちゃダメです、それが出てた。やめちゃダメ、それはやった方がいいですね。完全に罠としか思えない。俺は、いや、あの示唆はやめてもいいと思うんですけど、そうそう、緑とか紫は絶対出てくるんで、はい、そういうのが通常時から示唆するんで、まあ、ある意味やらしいんですよ、この台、うんうんうん、やめるにやめられないみたいな。 そうそうそう、それでズルズルいっちゃって、うわ、気づけば3000枚負けてるみたいな。あ、煽ってますね。なんか引きました。いや、引いてないですね。引いてないで煽ってる時の方が熱いです。降格中だと全役抽選になるんで、うん、で、レア役引かないで煽りって基本出ないんで、まあ、何を言ってんのか正直もう開始早々分かんないっす。もう やめた方がいいですから。
いや煽ってんのは意味はわかるけど、はいはいはい、何を目標にしてるのかすべてポイントの特化ゾーンです。基本は特化ゾーンのことを言ってるの。そっちです。そういうことですね。直撃って本当まれなんですよこの台。直撃引いたことある？ないです。あ、ない。なくてしかもあのポイント特化ゾーン中にしか出ないです。ポイント特化ゾーン中にバー揃いとかした時に一部でブイって出て直撃するっていうのしかないんで、あとはもう決められたポイントまではまるしかないです。はいはい、はい、何か匂い上がるぜ。うわー、これここ行かないですよ50のところって。朝一、うん、そのモードがまた大丈夫ですか？大丈夫です大丈夫です。あの A、B とチャンスモードってあった、まあ、チャンスモードがいわゆる天国みたいな感じなんですけど、はい、そこ 25% で行くんですよ設定変更されると。あれに行くってこと？何に行くの？それを言ってよ。あ、ごめんなさい、それを言ってくんない。それは規定ポイントで AT に行くやつです。 AT に行く話、はい、のモードが管理されて、はいはい、A と B とチャンスで A、B、チャンス、チャンスは300万パワー以内に当たるんですよ。あ、はいはい、でそれが4分の1で選択される、設定変更される。ほうで50とこでこのフェイクが出るっていうのが、うん、そこにいる時が結構強いんですよ。濃厚なんです。え、めちゃくちゃラッキーじゃん。これはラッキーな台に僕が座ったかもしれないです。へ、なかなかチャンス飛んでくれないんで、あの特に低設定打ってると。じゃあいきなり低投資で、はい、そのバトルというか当たる可能性が非常に上がりましたっていう炎です、これは。はい、いい、結構打ってるけど全然4分の1の割にと思ってたんですよね。味わったことなかったです、朝から打って。今日初めて来ましたね、ここで。やられたな、これは。いきなり朝から。え、対決ですか？あ、あと言っときます。、はい、先に、はい、絶対乗らないです。はい、これを見ても言うのすごいですね。はいはい、言います言います。関係ないです、そんなの。もう人に出玉は一枚たりともあげたくない。お金はあげる、それは出玉はあげる。それは知ってました、はい、昔からそれ言ってるの。狙いどころもね、チェリー狙わない打ち方とかも面白いんでね。紫7付近とか面白いです。あ、あの出目とかいいんで。あ、いらないですか？いらないです。AT 機で出目の話始めたらいよいよだよ、はい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 、いよいよもう俺はあの、まあ、言わんとしてることは、あの病んでる人としか思わないんだよ。勝ちスロ好きすぎて病んでる人としか思わないんで、はい、僕はね。そうですね。子役は何を狙えばいいんですか？あ、子役はもうね、あの基本こぼさないですけど。あ、こぼさない。チェリーだけ、一応場所によって払い出しないところあるんで、チェリーだけこぼす可能性があるんで、あとはもうスイカも適当で揃う。あ、適当で揃う。はい、わかりました。もういよいよですよね。そんな台なのに出目のことを語り出した。なんか、うん、ちょっともう気持ち悪いゾーン。いいじゃないですか。気持ち悪いゾーン入ってますよ。炎大はどう？ちょっとぐらい。炎大。ああ、100ってことですね。それは、あ、これはゲーム数の煽りってことですか？はい、そうです。ここはもう毎回いきます。ああ、そういうこと。はい、あれあれ、赤い、赤いっすよ。それ追加引いた途中で見たことないですよ、これ。どこまで行けばチャンス？緑ですね。テリーマンまで行けばってとこですね。テリーマンかで若干チャンス。赤のウォーズマンまで行けばもう、あ、もうかなり強いです。だって赤タイトルだったんだから行くんじゃないの？いや、それはもう相当強いと思います、本当に。見たことないんで。喋れ。あ、喋ったらこれ赤ですよ。はい、あ、はい、赤まで行ったじゃん。これ当たる。これ当たる。当たりますよ、それ。え、 AT 当たるの、いきなり。そうですよ、多分。それもチャンスモードじゃないですか。だから乗らなくてよかった。いやいや、これも当たりそうなんだっつってるのに。ほんと？これはもう絶対当たる。え、ほんと？当たる時にしかカットイン出ないぐらいのレベルです、この台は。マジかよ。間違いない、間違いない。押します。せーの、レッツパチトモ。やりました。早すぎる、これは。やったよ。こっちは、じゃあ、あ、これは弱いですね。弱いけど、もうこの後来るんです。そういうこと、300以内で当たる可能性大っていうことです。じゃあお先にお願いします。行かせていただきます。はい、正義超人は筋肉マンだけじゃないぞ。テリーマンかな。あ、そういうこと。はい、テリーマンじゃないかな。ここの文字の色もすごい重要で、もう赤かったらシナリオ78確定とかいろいろある。さあ、これ一人目が重要。あー、アトラティスなんで、そんな強くない。シナリオ2に期待ですね。いや、これ短いで、ほんと短いんで、はい、で、この間に何かがついてんだよね、はい、内部では。メシア子役っていうものがついてて、はい、この前半でも有効なんで、はい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 、何かだからレア役引いたら3分の1でいってるってことです。もういきなりじゃん。うわ、うまい。これずれてチャンス目だったら 100% ですからね。これで始まって緑ついたら突破。ついたらもう突破。これでもう全力で緑を願うってことですね、つくの。
絶対1個はつくんで、はい、ここでどれがつくか。あ、そういうこと、そういうことです。おお、もう勝ち確だ、1個は。はい、1個は勝ち確。あ、もう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 ラッキー。うわー、マッスルカットイン金ですよ。めちゃくちゃおもろいじゃんこの台。めっちゃおもろいでしょ。何この台。これ、うん、ただの継続にあらずですよ。いい、次回も継続です。これつまりこれ抽選のタイミングってレバーなんですよ。セット開始時のレバーで継続ってなってる時にスイカ重ねたから次も継続っていう。ほら面白い、もうめちゃくちゃ面白いよ筋肉マンマジで打った方がいいよこれ。マジで面白いから。でこの間も油断しないで聞いてください、スイカを。で、ストックしてくれる。ストックしてくれる。そっかそっかそっか。ここでびっくりマークとかめっちゃ熱いですよ。そういうことか、そういうことか。いやこれなんだよな、面白いの。あ、赤だ。これです。これがめちゃくちゃ貯まるポイント特化ゾーンなんで、最低100万もらえるんで、ここで俺も当たるかもしれない、はいはい、もう当たる可能性が高い。あります。ほら、めっちゃでかいです。ああ、でかいでかいでかい。なんなんすかこの好調な出だし。ないっすよ、こんな筋肉マンでこんなスタートないっすよ。ないっす、ないっす、ないっす。おーおー、スプリングマン今しれっと赤タイトル出ました。あれだけで継続確定なんて。もう今はマッスルカットイン金で継続することは分かってたけど、分かってるけど、あ、分かってないけど、レバーオンで抽選なんで赤タイトル出た時点でも継続です。はいはいはい。あと赤ゼリフとか喋るんで、それも全部継続です。それはレバーオンでセットの時に決まってるから出せるんですよ。継続してます。その時にかぶせようってなるんです。さらに子役でストック取りましょう。いきますよ。はい、さあ、ほらいった。あ、やっぱそうなんだ。いやー、ほら117ぐらいで、これ余ったやつ持ち越しなんで、あのそれこそ北斗転生みたいに、あの上位いっちゃうとリセットされちゃうんですけど、うん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 、それじゃないで終わった場合はまたあのポイントも、あの足される。いや、これは素晴らしい、当たりました。4000円です、僕は。4000円。え、もうこの台食えるんじゃないの。いやいや、食えるか分かんないですけど、ただホール関係者の人はこれ甘いって言ってますからね、この台。やっぱポーンって5000枚万枚出ちゃうから、まあ、まあ甘いって言ってますよ、うん、これがデフォルトです。うん、よし、頼む。いいシナリオで。あ、そっか、シナリオしさがあるんだ。タイトルで赤だったら78だし、金だったらもうこの時点で7000突破確定。あ、もう確定で、紫だと1戦目にバファローマン入ってくることが確定するので、それはそれで熱い。さあ、最初のここでステカセキングだったら78。ああ、これが基本です。あ、で今基本基本なんで、はいはい、シナリオ1のデフォデフォです、ね、もう子役引かないと終わりますから。はい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 、はい、ここから自力なんで、沖さんも自力ね。まあ、ただレバーオンで決まってればもちろん継続する。ここでつく可能性もあるんで。どういうこと？ここでつかない場合もあるんですよ。ただの煽りって時出る時もあるんですけど、ついた場合は絶対後半もつくんで、もうつくから2個以上。はい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 。あ、そういうことなんですよ。わかりました、わかりました。わかりました。理解、完全に理解した。はいはい、そういうことです。あー、もう終わる。早い早い早い。ラスト。チェリー。復活はない。多分結構まとまった枚数もらえる。三連でも。この後セリフとかはない。あ、まあないですね。わかりました。こんな感じです。ゲーム性理解できました。はい、もう本当にそれを全力で楽しむから、うん。最初はこうやってね、わーわー言ってますけど、これ2時間後にね、絶望の香りが僕らがどうなってるか、はい。あ、デフォルト。ここで。ああ、そういうことね。そういうことです。最後の最後まで分かんないってことね。分かんないですよ、エースなしで普通に来るんで、はいはい、168枚でした。で、朝一以外はこのメニュー画面でいろいろ示唆するんですけど、うん、150万パワー超えた時にこの筋肉マンが違うキャラに変わる。あ、キャラ変化、はい、そこでいろいろ示唆してます。だからもうまだですね、150行った時に見る、たら見る、はい、でこの台の特徴として、1回チャンスモード行くとそこからもう A で落ちないんですよ。もう B かチャンスしか行かないです。ユリカリセットされるまで A よりは当たりやすいところをずっとループするんで、またそれもズルズル粘っちゃう理由になる。なるほどね。うまいっすよね。やめらんないっすよ、やってるとずっと B ループしてめちゃめちゃお金使うっていう絶妙な間違いなく A ループよりは絶対いいんだけど、ただお金は使う、それなりに。はい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 、はい、思ったよりちゃんとした AT 機ですね。ちゃんとしたですよね、本当に。
お、めちゃくちゃ入ってるじゃん。これさ、めちゃくちゃ入ってるな。これ早くも言うけど、はい、いい台なんじゃない？いや、はい、だと思いますよ。可能性ありますよね。あります、あります。めちゃくちゃあります。ポイント特化自体のループはあるんですか？あ、ループはないですね。はない。ただストックはするんで、立て続けに引いてると2個3個出てくる可能性あるし、あと高額だと全額抽選なんで、ハズレでも出てくるんで。うん、それで出てきてると思う。もう俺ね、レア役めちゃくちゃ引いてんのよ。さっきからレア役ばっか山ほど。これうわ、もうまた行った。これ行ったでしょ。はいはいはい、はい、もう分かってきました、だんだん、うん、チャンスアップもう1個でもある。あ、レア役引いてんじゃないですか、また。あ、違う、これ これがもし AT 中だったらやばいっす。しかも弟子や子役のいいテーブルだったらもう行ってます、7000、はい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 、ストック山ほどして。あ、そういうことね。そういうことです。うわ、緑まで行ったよ。ワンチャンあるでしょ。まあそうっすね、赤だったらなんですけど。あ、しゃべんないでしょ。しゃべんないんで。あ、そういうこと。デカゼリフでしゃべんないといけない。ただカットインがバーッと出れば当たりますよ。最初にレバーオンでバーンって出れば。はい。あ、やっぱ出ないんですよね。あ、もう当たるときにしか出ねえぐらいのレベル、あのカットイン。しゃ、おーおー、いった。あ、そういうこと。いや、当たるな正義超人。お、当たったじゃん。うわ、当たったじゃん。やば、緑でカットインなしで最高じゃん。これはできすぎまして、多分設定関係なくできすぎだと思うんです。これ叫んな、当てんねえっすよこれ。言ったじゃん。明日以降打ってみてください。あ、明日以降、明日以降もう一回打ってみてください。やったー。これ積もってんじゃないですか。それ何かが発動するかもしれない。あ、燃えてきたはシナリオ2。え、もう確定なの？濃厚ってなってます。超つまんないじゃん。そこはね、濃厚。シナリオリンはもうダメ。矛盾すれば78の可能性があって多分なってると思うんですけど、シナリオ2濃厚なのは初戦アトランティスなんで、またアトランティス出るかもしれない。あ、やばいやばい、78 やばいっすね。シナリオ 78聞いちゃいます、うん、8はこの時点で7000突破確定。はいはい、それはもう 0.7% 7は初戦 100%残り 85% 以上全部トータルでね。そうです、子役も入れて、あの子役込みで。あ、分かります、これもう、はい、もうほぼ行かないとダメですよこれ上位に。え、ちょっと待って、俺プレッシャーに弱いんですよ。もしかしたらそのシナリオ SP が発動したかもしれないです。あ、シナリオ SP は78確定なんで、それが発動した可能性あります。うわ、熱い熱い熱い。これ赤ついたら2000円いきますからね。赤ついたら行くじゃん。面白いこの台。いやー、面白いんだこれが。これが面白い。あ、赤じゃん。ラッキーラッキー、うめえ。ほら、だから金マッスルカットイン次回も確定っていうのが出るんだよちゃんと。で、ちなみに8だったら 100% だから意味ねえじゃんと思うじゃないですか、うん、これ意味あるんです。あの、なんかね、この後の悪魔将軍に勝たないと上位いかないんだけど、それ勝利確定です、はい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 、1個でも取れば。そういうことね。で、2個目以降はその後にの枚数50枚かける上乗せしてくれるんですよね。悪魔大進行の枚数上乗せになる、あの最初のね、大行使、大行使。いやー、もういろいろ起こりすぎちゃってちょっと回んないですわこっちが。早く回しなよ。おー、チェリーチェリ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 、よっしゃよっしゃ、でうまい、めちゃくちゃうまい。やばい、それは。さあ、ここでストックは使用して、で、進めば進むほど2個3個つく可能性上がってくるんで、はいはいはい、この辺でもう一回ちょっと欲しいとこ、今継続は確定してるんで。ああ、もう一回ここでまたレア役重ねればもうマジで見えてきますね、うんうんうん、ご褒美会見せますね。ご褒美、あ、そうだ思い出した。これね、ご褒美会なんですよ皆さん。僕の見せますね。そうそうそう、思い出した思い出した。はい、ここからでは、ここから、はい、次のレバーオンで分かんない、85だけど、まあ、50% ぐらいなのかな、その、はいはいはい、頭皮が決まっちゃうんで、ここでセット開始時に、ここで今決まりました。決まった、なるほど。そんなこと言わないで、緊張するじゃん。もうやだな。こっからですよ、自力。強役、強役だったら 100%。 あ、いったんじゃないですか、強じゃないですかこれ。はい、ほら強じゃん。ありがとう。うめえ。で、この回は勝ち確、はい、そういうことです、はい、いや面白そう。俺がそれやりたかったんだよな。めちゃくちゃおもろい。おもろいでしょ。控えめに言って、めちゃくちゃ面白い。面白いんだよこれ、うん、一応。おっと、あ、うまい。あ、もうこれ、モンゴル馬、モンゴル馬、
もう自治会まで継続ってやつはもうそうですよね、分かってるんだけど出てくるんです。これがまたかっこいいの。もういや別に僕かっこいい、そこまであの筋肉マンのキャラに関してはかっこいいんですよこのモンゴルは。ありがとうってなんですよ。あ、このプリプリマンがいるの気づきました。なんすかこれ。プリプリマンも自治会確定のキャラなんで気持ち悪いなやだな。そうなんすか、プリプリマンブラックホール。え、これもう奇跡的なもう引きですよね。いや結構でもこういうことは起こる、あ、こういうことが起こるから面白いんですよ。もう 95% ぐらいはもうは上位いきますよね。上位か悪魔将軍バトルまではいきます。ああそっか、それ負ける可能性じゃある。そっか。ただもう奥さんこれもうシナリオ8の可能性もあるんで、でも山ほど取ってるんで、あのストックを、はい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 、だから100枚スタートの上位のやつが300枚スタートとかする可能性あるんで。ああもうそこは何言ってるか分かんないまだ経験してないから分かります。言ってることはもう確定じゃん、確定じゃん。肉のカーテンやった、やりました。それ違う回でもやってましたよね。ありがとう初めてちゃんとした回で俺が唯一筋肉マンで知ってる友情パワー、これですよ。友情パワーだよ。おお。ありがとう。スーパーヒーローモード。はい。もう7000突破確定しましたってやつです。確定。はい。これが初戦で例えばバファローマン勝ってもこれになる。ああ。はい。そういうことか。はい。ここでもレア役引けば引くほどいい。もちろん。なってことです。なんでも悪魔将軍勝利まで確定してると思うんで。はい。もうその先のさっき言った枚数は、はいはい、で初期いっぱい持ってるとめっちゃ伸びるんで、いいんですよね、めちゃくちゃ伸びます、はい、じゃあ400枚とか持ってると1800枚の期待枚数あるんで、そこだけですごいですね。もう無理だ、会話が無理。400枚持ってると1800枚のまあなんかあるでしょうね、悪魔大行進の400枚スタートの期待枚数は1800枚あるんで、そこまで2000枚とか持ってたら3800枚ってことです。はいはいはい、そういうことです。ほぼ確定あんだね。これが筋肉マンです。これがじゃないでしょ、かと思えば3時間ぐらいで6万ぐらい曲げてっていうこと。そうでしょ。そうです。いやちょっとレア役がね全然来なくなってますゾーンが終わっちゃいましたね。終わっちゃいましたね、恐らく完全に出なくなりました、ね、ああ来た、言ったら来る。もうやばいわ。おっ、スイカ、チャンス目めちゃめちゃ乗ってますよね。いや、やったわ、マジでやったわ初打ちだよ俺、やばいっすね筋肉マン。あーよかった、でもよかったです。めちゃくちゃ筋肉マンを俺がこんだけ押して、はい、2人とも散々な目に遭ってたら、いや本当にもうやばかったと思ったんですよ。多分ね共演 NG っていう風に、はい、僕とレヴィンさんは今後共演 NG です。絶対あいついたら出ないです、はい、出ないですっていうのを言ってました、ね、どっちかを選んでください、はい、みたいな、全ての取引ある会社に言ってましたメールなり LINE を。これ一応大丈夫ですかね。大丈夫です、上位 AT 行くんで。もうありがとうございます今後もよろしくお願いします。本当にお願いします、はい、お願いします。そんな危なかったんかい。危なかったなんせツイッターでメッセージもらったぐらいですからね。おっさん、削除しました。ちょっと待って、いいねしたんだから削除しないでよ。削除しました。もうあんだけ言われたら、あんだけ言われたら削除しました。ここは 90% もともとある。勝率が、ここは、はい、はあはあ、でこれから引き戻しのとこ行って出てくる悪魔将軍は 30% しか勝てないんですけど、うん、最初は 90% なんで、まあ、今ストックありますけど、あ、そっかそっかそっか、なくても全然上位いけますみたいな、はいはいはい。え、必ずもう突破するんですか僕は。はい、もうこの5戦はするん、はい、5勝はするんですね。7戦目以降のストック1個だけでもう勝利確定な。ああそういうことか、はい、そういうことか。もう簡単なんですよそこは。はい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 、はい、ストック1個でも余計に持ってればここ勝ち確なんで、うんうん、もう赤ナビ出てます、はい、おいしょ。うわー、プッシュバスターですよ。プッシュバスター、プッシュバスター、プッシュバスターっていうのかな。うわー、あんなんやられてもまあまあまあ、でも気持ちいいっす。ありがとう。あ、もう筋肉、あ、これね、あ、ドライバーか。あ、筋肉ドライバーっすか。いや素晴らしい上位。ありがとうございます。いきなり午前中じゃないですかまだ。早っ早っ、何枚かちょっと楽しいですね。普通は100枚ですだけど、300超え、ストック取ってるんで、これ左上に枚数出ますけど200は超えてんじゃないですか。これが上位 AT。
これがジョイエイティ悪魔大行進、はい、ほいほら、あ、250枚ほら、だ3個分乗ってますよ、3個分、3個分乗ってる、はい、枚数乗せて、あ、チャンス、これで、あ、50枚これは当該セット、今の50枚乗せなんで、まあ、ちょっと延命できました、延命できるってことで、アイコン取ればフリーズしてる、ほい、はい、これでもう次セットの100枚確定です。だからここからバーを揃えれば揃えるほどここの枚数が増えてくる。ああ、分かりました分かりました。だから最低1回揃えとけよっていう、揃えとかないと終わっちゃうぞ、終わっちゃうぞって、はいはいはい、はい、でここを揃えば、うおい、気持ちいい気持ちいい、いや、ちょっとパチスロ好きの人のこういうの俺に怖いっすよね。気持ちいいとか、なんか脳汁とかさ、効果もう大好きなんですよ。そういうことじゃないんだよな、俺な。これ上がるでしょ。はい。これで、あの、枚数上がります。これを繰り返す。これを繰り返して。大根ない時にゼロにしちゃうと終わりだよっていう。ただ実践上ですね、これいい情報なんですけど、はい、1個持ってます、多分内部的にアイコンを。なんで、あ、僕は、はい、あ、みんな、あ、みんな、みんな始まった時に持ってて100枚で終わるってことはない。枚数なくなってきた時に、うん、押し順ベルなのにボーンって1個出てくれるってことがあるんで、なるほど、なるほど、1個はもらえるんで、しかもこれ使ってないじゃないですか、その、うん、強制的に出してない時は持ってるんで、最後ゼロになって終わったと思っても出てきます。もう1個、1個は必ず出てくる。だからそれ使わないようにずっと伸ばすのが熱い今。なるほど。で、マウンテンの上乗せみたいな感じのを見る、うん、150枚、でもチラッとこう変わってたりもするんですけど、はいはいはい、で、またこれでなくなったでバーを揃えましょうみたいな感じ。これですよ、このなんかそんな大したことなさそうに見えてめっちゃ出るってやつなんですよ、これやってる間にめちゃくちゃ増えるんで。なるほどね。これは当該乗せなんで、やっぱアイコン欲しいじゃないですか。アイコンが欲しい。ああ、もうなんかパチスロ好きの悪いとこ出てるよ。ちょっと待ってください。アイコン欲しいとか、あと人の代のことですげえ楽しそうに話せるじゃん。はい。もう俺それが理解できなくってさ。それも時代なんすか。なんかガチで楽しんでくれるじゃん、人の代のこと。はいはいはい、俺もうやっぱ無理だなと思って。もう全然友情パワーとかないんで僕は。ほら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 。ほい。ほら上がった。おー、そういうことか。あー、そういうことか。あー、面白い。これ打った方がいいよ。あー、面白い。みんな打った方がいい。これめちゃくちゃ面白い。で、この後有力感切るけど引き戻しもあるわけじゃないですか。で、引き戻して悪魔将軍出てきて勝てばまたここですから。それの繰り返し、それが魔界ループって呼ばれてるやつ。それを含めて3500枚です。期待枚数、いや、ほんとペロって3000枚4000枚出るんですよ。おー、フリーズ。うわー、面白い。面白い。俺の台じゃないけど面白い。いや、嬉しいな。何だよこれ。これいつまで続くんですか、もしもずっとやってたら。エンディングがあるの、2500枚ぐらいで終わるとかじゃない。エンディングじゃないですかね、そのサマイプラス2400いったら。あ、サマイプラス、はい、で入れてないんで。そうっすよね、はい、もうすぐ。もう間もなくか。なんかそう考えるとえって感じ。いや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 、そこから、さあそこから引き戻しがあるんで。そっか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 。あ、行っちゃいましたね。あ、これエンディングだ。あー、そうか。これだからいつもの感覚で大量投資してからなんで3000枚4000枚余裕っすよっつってたんだけど、全然使ってないってことに気づいて、なんで3枚プラス2400枚でエンディング。エンディング。ただこっから引き戻しって魔界ループと呼ばれるものに行くんで、そこで引き戻しは何なんですか、どうなればいいんですか。30ゲーム間あるんですけど、はい、そこ高確率で悪魔将軍の出現の抽選をやってるんです、うん、で出てくるとまたさっき戦ったみたいな、うん、5000突破すればみたいなやつ。まあレア役が鍵ってこと。はい、終わった。ああ、いった。2350枚、頑張りましたね。こっからここで、はい、で悪魔将軍、はい、これ魔界ループと呼ばれる魔界の荒野の30ゲームなんで、30ゲーム間、この間に、はい、悪魔将軍を出して出さなきゃいけない。で勝てばいいんですけど、勝てばさっきのに戻ります。うわこれ自力完全なだと思いますけどね。レア役引いたらちゃんと出てきたりするんで、いきなりチャンスですよ。確定じゃないですよ、弱レア役。確定じゃない、はい、抽選だと思います。これ何パーで出てくる。あー、煽りね。ロゴよりチャンスとか出てる方がいいですね。あ、チャンス金マークとかだとちょっとそのまま終わっちゃったりするんで。うわ、行きましたねこれ多分
行きましたよ。悪魔将軍出てきました。ちょっと待って、山田勝ち確じゃないんで。いるでしょ。あ、もういたいたじゃん。それでそれでこれがさっきエピソード5見たやつは 90% の勝率だったんだけど、こいつは 30% です。勝ちづらいけどレア役引けば弱レアだと 50% 勝利、強レア 100% です。あ、レア役いてる。あ、ちょっと来てる、来てるよね、来てるよね。ありますよ、プッシュドライバーが行くか。頼む、あ、行った肉のカーテン、肉のカーテンやりました。いや、また上位ですよこれやった。だから沖さん100枚スタートなんでバー揃えないと。あ、そうよね、そうよね。だから実際200枚でしょってことですね。いや、ただこれ引き戻した時は分かんないです。ああ、あの悪魔大人った、揃う、揃います。ふう、ステカセキング。これ揃った時の 4.7% でハリケーンミキサーアタックっていうのに行くんですよ。ゼロゲームでぐるんぐるんって50枚ずつどんどん乗せるみたいな。あ、はい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 、あれね、ハーデスっぽい、ハーデスのね、はい、面白いな。いや、俺がちょっとまずい方の担当かもしれないなこれ。そうっすよね、現状、はい、結構そうな。次も全然あっさりやっと当たって単発も全然あるんで。どうでしょう、気持ちいいごめん、正直気持ちいい、うん、気持ちいいですよね、正直気持ちいい、やっぱ音いいっすよ、うん、これ、うん、そうですね、うん、気持ちいい、はい、これとその5、6万負けが表裏一体なんですよね。あ、だから本当に大嫌いな人はもう大嫌いでしょ、そっちしか味わってない人は。だこれを味わった人はみんな好きっていうと、うん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 、あー、ぐいあいや俺ここ好きなんですよ、これやってるだけで結構好き。マジ？このバーを狙えだけ。よいしょ。ほら気持ちいい。休む時間が今ぐらいしかないもんな。3000枚オーバーでございます。終わったな。あ、これなかったですか？なかったっす。ない、ない。やっぱ1個なんだ。最初のですね。あの7000突破からいったやつはあるってことです。はあはあ、3196枚。こっからまた。まだまだ。はい、行きましょう。いや本当ここ何も引けないと出てこないですからね、悪魔将軍、うんうんうん、お、レア役じゃないですか。キーオは紫だから、あ、そっか、斜めのがある、斜めがあるか、あ、あ、チャンスあ、出てくるか、チャンスベル、頼む。金マーク、あ、でも白白だった、白紫だった、あ、白紫です、うん、白白だったら熱そうです。うわ、いる、あ、いた、いるいるこれ、ま、もう一回言わせて、これ負けてもまた30ゲームはできる、はい、もちろんです。しかもこれ AT 状態なんでちょっと増えます、このか、そうか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 、はい、継続すれば増えます、これ。よかったよかったよかった。あ、ちょっと待って、絶対勝つじゃん。いや、絶対じゃないですよ。あ、絶対じゃないんだ。レア役が引いた。あー、あー、プッシュやったじゃん、やばい、すげーじゃん、やばい。これは当たるやつですね、多分ね、824。あ、これ当たるね、いけいけ、黄色だけど、はい、おお、なんでやっぱりチャンスボードなったら B にはいく、はいはいはい、はい、でこのわずか100万パワーの差ですけどね、うん、A と B の、はい、これで1万8000です。1万8000で2回目の AT 頑張れ。これまた単発すぐあるんでちょっと見る見るわ、見るから頑張って、一瞬で終わっちゃうかもしれないですけど、ただちょっと SP の示唆はあったんで、どれか3大 SP モードどれか発動してくれれば可能性上がるんで、いやー本当いいっすか、手止めてもらっちゃって。いいっすよいいっすよ、友情パワーだから。あー、デフォルトだもん、デフォ、俺も出ねえかな、タイトル楽しんでる、頼むよ、楽しんでるね、SP 楽しんでますね、まあ普通だもん。あー、そっかそっか、頼む、SP 発動で、何らかの SP、 ステカセキング、うわ、2ですね、まあまあ、シナリオ2の可能性が高い。俺の1万8000が終わる、もうやめてくれ、頑張れ頑張れ頑張れ。いや、入りも普通だ、面白い、人が筋肉マン打ってんの見るの何チラッと見てるの、なんだよ俺の1万8000が出てきちゃうんです このこれで終わり俺の、あ、復活ありえる、
一応メシア子役 SP の示唆なんですけど、このまま終わったら、はい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 、なんでこういうのがプッて出てくると復活の感想も結構出てくるんで、はいはいはい、普通に示唆で終わり、これで終わりなんですけど、はい、一応メシア子役 SP の示唆なんですよ、次回以降で次回発動する可能性 が高いってことね。高くもないです。あ、高くもない。まあまあまあちょっとした示唆です。 ありがとうございます。お疲れ様です。メイとアンです。これが筋肉マン、アロー結構危ないですね。いやもう危ないです。一発目は出てきたりしないですか。ダメ、一回も継続してない時。そう、ほら来たじゃないですか。来ましたよこれ。今何来た。ほら、推し順ベルなのにこんなのが出てるってことはアイコン。ほら、おー、やっぱ1個ありましたね。1個あるんだ。そういうことか。一発、本当の純粋な一発目だけ。単発終了はないってこと。なるほどね。だから200倍はもらえるってことなんですね。そういうことか。そういう認識ですね、多分ね。うめえ、これ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 結構期待できると思いますよ。まず揃うとは思うんですけど、ドライバーにラスト、もうラスト6枚ハリケーンミックスアタック、いかないですか。レバーでアロー、ほらほら、いった、ほら来た。これ 75% ループです。マジ、はい、 75% ループ。セカンドアロー、うえーい、おい、いっちゃいましょう。ここでかいですかね、400枚とかいったら。サードアロー、おいこういうこと、こういうこと。 75% なんで。フォースアロー、おいやりたい放題だな、もう。フィフスアロー、ほら、おい、うわ、マジで伸びるよこれ。シックススアロー、おい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 、ちょっと。セブンスアロー、おい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 、何これ。エイスアロー、いやマジで、やばいやばいやばい。ナインスアロー、いや、4分の1で終わるのに。テンスアロー、やばいっすって、やばいっすって。これ450はやったね。せーの、レッツ8とも。ほらもうもう不協和音が、こっちは出る方、こっちは負ける方だから、はい、いや完全に今お互いの友情パワーが5000枚濃厚ですよ、この時点で。マジかよ。もう一回1枚焼く。あ、ダメだった。150ね。今150万のところで当たんなかったんですけど、うんうんうん、さっきモンゴルマン出たじゃないですか、うん、終了画面で、うんうん、でメシア子役 SP 示唆だって言ったじゃないですか、うん、で150万過ぎたらキャラ変わるじゃないですか、うん、ここ基本モンゴルマンなんですよ、うんうんうん、それだと示唆で確定じゃないんですけど、うん、モンゴルマンじゃなかったらメシア子役確定なんです。へえ、ここじゃあ熱いとこ。モンゴルマンがいなきゃ、あと設定示唆はダメです。設定2以上とか設定4以上のやつは別なんですけど、はいはいはい、そうじゃないやつが出たら俺は次回メシア子役 SP です。モンゴルマン以外でお願いします、うん、なんか YouTuber みたいなリアクションですね人気 YouTuber さんみたいな、演者さんって感じの人気がない YouTuber です、はい、いや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 、やめ時はじゃあいつになるの。もう本当に泣く泣くやめるしかないです。常にかもしれないっていう状態なんで、はいはいはい、もうやめるしかないです。スパッと。唯一メニュー画面ウルフマンの時だけ、まあデフォルトなんですけど、うん、その時じゃないですか、もしやめるとしたら。ああ、そういうこと。ウルフマンの時はデフォルトなんで、1個気をつけてほしいのが、筋肉マンから変わんないっていうパターンあるんですよ、はあはあ、150万超えたらキャラ変わるくせに変わらない、うん、はいはいはい、それも SP 確定、 SP 確定だから、そこ見逃しがちなんで、うん、あ、筋肉マンの普通じゃんじゃなくて、うん、150万過ぎてたらもう SP 出てくる。めちゃくちゃ饒舌に喋りますね、はい、負けてんのにねそう、今2万ちょうど使ったとこなのにね、はい、あ、終わっちゃったんですね。あ、4300万円。いや、ちょっと足りないな。十分じゃないですか。ちょっと足りない。でもあと300万400万円でエンディングなんですよこれ。あ、違う、これここで切ってんのか。あ、ここで切ってる。あ、ここで切ってる。プラス3枚だから切ってるはずです、はいはい、だからまたこっから2400枚です、はい、うわー、あー、終わった。終わったあ、終わりましたね。はい、まあ約4500枚。素晴らしい、出ました。まあまあ素晴らしい、やばありがとうございます。いや、いいじゃないですか。ほら強いですって。
ってあのモード A でも振り分けあります。まあそれにしても多分高設定の方が A でここ選ぶ可能性はあるんで、どっちにしてもこの速いあたりは設定高い可能性ある。ああなるほど、これで終わりと。はい、はい、終わりました。これですよ、これはデフォ、デフォです。おめでとうございます。ありがとうございます。ようやく総投資が39,000円。僕あの一応ここまで飛んでると思いますから映像一応確認しておきます。メシア子役 SP 示唆です。示唆してます。もうデフォルトだ。楽しんでるな。もう終わるかもしれない、これ以上回せない。朝から3連続で単発です、はい、単発じゃあメタン、たまにはじゃないですか。B だったら、A なんだ。あれだから A で速いって逆に設定高いかもしれないですよね。マジかよ。あ、さっきが A だったってことですもんね。A で100台を選ぶっていうのは、はい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 。まあちょっとプラス要素かも、そかそかそか。かもしれないです。あ、メシア子役 SP 示唆だ。絶対関係ないじゃん。さあ来ましたよ、いよいよ。5万1000円です、はい、実質ゲーム数438の845万パワー、B 点が3ループしてますよね、うん、B の天井がここだね。これで悪魔超人まで行ったら真のパチ友になります。本当に僕らは行かないと逆にダメなんですか。この行かないとダメですか。要調査っていうことになりますんで。いやなるほど、頑張っていただきたい。ありがとうございます。ああ前シナリオ2ですよ。あ全然強くない、セリフが。やっぱ知りすぎるっていうのもそういうとこあるよな。一瞬で分かっちゃうっていうね、うん、いやー白い。いやーこいつマジで言っとけ。マジかよこいつ。捨てかせ、俺にはもう捨てかせしかない。いやいや一番弱い、一番弱いやつ。いやメシアも出ねえの。それはもうちょっと無慈悲じゃないですかこれは、うん、無慈悲。パチ友が切れそうになってる。やばい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 。いや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 、こんなもんじゃないっすよ。こっからっすよ。レビンってこんなもんじゃないよ。パチスロ攻略マガジンってこんなもんじゃないよ。あと8ゲームなんですけど、うん、大丈夫だってマガジン背負って立ってんだもん。4連続単発で5万1000円負けるなんてことは絶対ないっす。本物のレビンなら絶対に引く。チェリーを、本物のレビンはラストゲームでチェリーを引くから。ついマジで、うん、絶対引く。ここへ来て正義超人集合みたいなのが出る。これ何？いや出てないんですよこれが。あすげえ良さそうよ、すごい近づいてそうですね、うん、近づいてる。もう俺も何6万7万死ねって復活するかもしれないから、まだ奥さん押した時にある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 、マジである。あもうすごい時、もうやだ。あ気持ち悪い、気持ち悪いよ。あ気持ち悪い、あ気持ち悪い。やべえこの台面白い。4ターン4連単です。5万1000円使って全部単発です。おこれはシナリオ SP の示唆なんです。いやいやもう一生やめられない、それやったらもう本当にもう気持ち悪い、気持ち悪いよ。もう見なかったことにします。見なかったことにする。もう終わりました。じゃあケロットもねこうやって、はい、笑顔でケロケロ飛んでるということで、本日の実践は終わりますか。ありがとうございました、はい、もろもろはじゃあエンディングで、はい、一旦お疲れ様でございます。では最後にですね、私レビンが店内回らせていただきたいと思います。で、まあ、目立って出てるのは一応今日ね沖さんも出しましたけど、スマスロ筋肉マン7人の悪魔超人編ですね。ここがまあ言ってもここの要は沖さんが打った台とこの一番左の台が今4000枚オーバーって札刺さってますけども、はい、もうめっちゃ出てるんで、まあ、もしかしたら全体的にベースが高かったかなっていうのはあるんですけど、なんか示唆が出たわけでもないので、これはただあの出玉がついてきてるだけの可能性もある。ただちょっと目立ってたんで、はい、一応ここで、あとはやっぱり定番の北斗見てみましょうか。北斗も一応もう別積みというか別積みはないんですけど、はい、5000枚っていうのがありますね。だ全体的に結構メリハリって感じですかね。初当たり以来めちゃくちゃもう10回近くついてるんですけど、まあ、全体的にいいわけでもないっていうね。ただあのメインコーナーでこれだけお客さんついてるんで、状況はいいんじゃないかなと思います。
店内ね、もう本当ここだけに限らずもうすごいですけど、稼働が平日なんですけどね、今日もうパッと見で番長ゼロとかもすげえ座ってるしね、出玉もそこそこあそこついてる気がするけど、やっぱカバネリのここも結構良さそうですね、なんか5台ぐらいしっかり出てる感じ、後ろで見てたわけじゃないんで設定推測の部分は分かんないですけど、パッと見て、まだ夕方前なんでね、今時間にしては2箱3箱とこう積んでるところあるんで、カバネリ全体的に良さそうです。であとはやはりトモエといえばっていうね、トモエといえばの機種は花々でしょう、ね、花々お気どきなんですけど、やっぱこの辺もう角煮の人とか見てくださいよ、がっつりと、はい、出ておりますので、まあ稼働もすごいでしょ、花々お気どきはね、これもう特殊ですよね、トモエさんはね、本当にこの稼働ですからね、お気どきもね、ほら、あ、お気どきも出てますね、しっかりね、お気どきゴールド、はい、って感じで、まあメイン機種のスマスロとやっぱりトモエさんといえばオキスロということで、まあこの辺りが、非常に盛り上がってたんじゃないでしょうか。レッツパチトモ、ご褒美いただきました、おめでとうございます、ありがとうございます、最高じゃないですか、青木さん、最高のご褒美をいただきました、はい、まあ、自力で掴み取ったみたいなのがありますけど、いや自力じゃないよ、これはもうみんなで作り上げた勝利と言っても過言ではないパチトモスタッフと、もちろん共演したレビンさんもですけど、 ありがとうございます、あともちろんパールショップ松戸店さんと、あ、そうですね、もう三位一体でございました、もう今日はいやでも良かったです、本当にいやびっくりしましたね、半ばちょっと強引に筋肉マン打ちましょうみたいなことを朝から言ってはい、はい、そう嫌だなって思ってたんですよ、逆だったらもう大変でしたよ、あ逆だったら俺ここにいなかったっすね帰ってたんですか、多分もう死んでると思うんですよね、ストレスでうそうでしょうね、うん、あんだけ予防からいろいろ言われるし、うん、無理よ、5番負けるし、いや本当何が面白いんだよってなってるじゃないですか、俺の方だったら、うんうん、よかったです、いや本当本当に良かったですありがとうございます、いやいやこちらこそ本当に本当に強引に俺筋肉マンなんか打つ気全くなかったから、朝から一言も言ってなかったです、うん、言ってない、はい、大海かベンデッタか、まあ、カバネリかみたいな感じだったのが、はい、そこで俺が筋肉マンどうすかっていう割って入ったんで、いやー出ましたね、でもこれもう楽しさは伝わったんじゃないかと、大木さんのおかげで先言っておきます、はい、投資5000、はい、回収が3686枚ですかね、はい、素晴らしい、はい、3689枚お、はい、やりました、これ結構記録ですか、記録ではないですけど、まあまあまあ、結構変わってないじゃないですか、まあレースパチトモですから、これ結構勝ってますね、はい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 、相性いいっすよ、僕の一応言っといた方がいいですから、一応ね、一応ほとんど多分カットされて、そんなに、いやいやそんなことない、そんなに負けてたのって、すごいこと起こってるかもしれないから、はい、一応言っときます、はい、投資が5万1000、うん、で回収が52枚勝ちじゃないですか、どういうことですか、どういうロジックで51と52だからこのロジック分かりますか、51と52だから1勝ちじゃないですか、1勝ちっていうことで、いやもうすごい、数と投資今日負けたのはしょうがないけど、あー気持ち悪いっす、起きたマジで気持ち悪いです、昨日5万にせず昨日も5に負けてて、ほとんど同じ展開、ほとんど同じ展開です、あだ昨日5に負けててまた沖さん今日打ちましょうっていう気持ちがすごいでしょ、ね、だからそれだけ沖さんみたいな展開を味わった人間は大好きになっちゃうんですよ、筋肉マン、いや違う、もうレビン君の頭がおかしくなっちゃってるの負けても負けてももうあの台打ちたいんでしょ、はい、お金ないですけどね、もうもうちょっとしばらく筋肉マン打てないかもしれないです、奥さん、だってあの明日からミート君のさ、はい、シナリオ SP 審査です、あれはさ、はい、多分期待値あるんですよ、そこそこあると思います、うん、そこそこ出てくれると思います、そうシナリオ78、ね、それをすっぱりやめるっていうのはないですもん、金が俺何も言えないよ本当になさそうなんだもん、サラリーマンサラリーマンなんかないですよ、もし本当にないとしたら、はい、ないですないです、もうよくこの仕事続けてますね、そうですよ、だからもう本当に皆さんの声だけが頼りです、うん、声だ、あの応援のね声だけがね、かこいつは解説詳しいとか、レミンさんの動画がやっぱ一番見てて楽しいとかね、勉強になるって言われたのってだけです、俺はもうそれだけ、モチベーションは、ね、もうそれが必要ないって言葉並んだらもういらないです、俺はもうこの業界に、確かに僕も隣で打たせてもらって、はい、いろいろもう解説ね、はい、直でやってもらって本当に分かりやすかったです、本当ですか、うん、ありがとうございました、
ありがとうございます。ただまあ筋肉マンはまた打つかどうかって言われたら、はい、そこはまあ微妙臨機応変に、うん、クエスチョンマーク。だ途中から打つのもいいんじゃないですか。あ俺の後の代、俺がほら負けたの後打つ、まあ800万パワーぐらい貯めといてくれたらまあ打ってもいいかなと思いますけど。ないですよ800万パワー。あと肝心な、まあ、筋肉マンとの相性は良かったんですが、はい、ここの相性ですよ。もう本当に地雷を朝から踏み、はい、あれを本当にあのポスト削除してツイッター X のさ本当に削除したあれを削除したらしいのよ。俺だけ俺を本当に削除してないからさ、なんだよ削除しましたよ。またそれネタで使われるもん後で。この削除がさもう噛み合ってないじゃん。むずくないみんな。だってこれもうだって朝あんだけ使う言われたら、まあ、それ失礼しましたっていうので削除して削除また言われるんですよ。いや僕言ってるだけですから。もう本当は何も考えてないです。本当ですか、うん、楽しくあネタとして言ってくれてもらったらいいです、まあ、ネタ半分本気半分だけど怖って思ったけど、でも別にレミーさんのこと嫌いとかじゃ全くないから。そうですか。もうちょっと本当次から気をつけて、もうちょっと失礼なこと言ったら本当すいません。いいえ、もうなんかもう本当に先輩だからって言って立てるともうそういう風に言われちゃうじゃないですか。そんなことね。また10年後ぐらいに共演しましょうよ。もう一回10年後。俺が63。いや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 。俺63になったから。もうちょい早いスパンでやりましょうよ何か。本当ですか。また逆に共演してくれるんですか。いやもうしたいですよ俺は。わかりました。じゃあレッツパチと多分ね共演するとしたらこれなのよ。えあこれですね。多分これになるのよ。そうですね、これですね。だから、はい、また近いうちにもしもこのコンビで、はい、できれば、ま、筋肉マンは打たないよマジで。俺あなたとはもうお腹いっぱいなんで抽選次第で。ダメだこの人。リベンジリベンジ。わかりました。ちょっとパチ友になったかどうかは保留ということに、はい、しておきましょう、はい、今回は。わかりました、はい、ありがとうございました。本当お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。最後はね、はい、恒例のあれでいきますか。締めさせていただきましょう。お願いします、はい、それではお願いします、はい、いきます、はい、せーのレッツパチ友、ありがとうございました。ありがとうございました。